私結構手先が器用でミューズの衣装を作ったりもしてるんです。そばにいるとなんだかホッとできるんだ。だからつい甘えちゃうの。小鳥との時間も大切にしていきたいです。私自身もとても安心できるから。ストーリーの続き一緒に見ませんか？聞いてほしい課題。弓を握った瞬間、心がスーッと落ち着くんです。次に、よし、こう、とか言ったら、許さないんだからね。って、二度今日の衣装は小悪魔風のテイストラ。夏ね。夏は軒下で涼みながら読書するのが楽しみずら。読み終わった後はスイカも食べる。you